の城を越えていく天使とコスプレ海賊女、果たしてどこまで登っていくんでしょうかね。いや、お二人の天城越えとても楽しみですね。はい、最近といえば天音彼方の、あ、これは言っちゃダメな情報でした何の情報を一体握ってるんですか。はい、あ、それでは、そういえば、はい、天音彼方さんのさっきのなんか情報を握ってるみたいなのは一体何だったんでしょう。あ、金丸は天城越えどころかも一線を越えてしまったという情報でございました。え、夜を共にしてしまったそうです。え、それはちょっとスキャンダルというやつなんじゃないですか。天音越えですね、越えてきました。それでは次の曲。はい、っていう感じでした。で、一線越えたの、いや越えてないですね。あれはね、ちょっと白髪が適当におしゃべりしてるんで、ちょっとあんまり気にしないでいただいてところで、ふぶちゃんが言ってた金丸一夜越えについてお話を伺ってもよろしいでしょうか。いや別にね、何もないよ実際問題。だいたいね、カナダはね、マリンのことはね、そういう目でね、見れないんだよ。悲しいことに。別に悲しくないけど。カナダはマリンはね、そういう目で見れないの。うん。なんか、マリンが、ムラムラしてこの世の終わりだった時期にね、カナダにその話を相談したらね、僕がさ、おっぱい揉んであげようか、みたいな。言ってて、で、なんか、揉み始めてきたんだけど、それがもう本当に義務的だったの。ねえ、そういうの慣れちゃうから、なんか、情熱を感じないみたいな感じで、結局、盛り下がっちゃって、何も起こらなかった。うん。優しいけどさ、優しいだけなの。彼方は。情熱がない、情熱が。その、義務揉みやめてくださいって。もっとたまらん感じで、もっと辛抱たまらん感じで揉んでほしいわけ。うん、もっと、僕が、揉んであげようか。いや、もっとそのさ、なんか、劣情を感じたい。劣情がないわけ、劣情が。そうんじゃないから。